山積みだぞ。あいつが溜め込んだのか。これは。どうした、フランキー。コードもサイズも申し分ねえな。こいつは船の修理にちょうどいい。俺はこいつでサニーを直すぜ。他にも船の材料に適した樹木が茂っている可能性があるわね。さすがロビンちゃんだ。探してみるか。水や食料も確保しないとな。聞いた通りよ。この島を探りに行きましょう。どこにもねえな。俺の帽子どこ行っちまったんだ。おい待てよルフィ。迷子になっても知らねえぞ。お前が言うな。まだ見つかってないのはブルックか。あいつどこにいるんだ。よっ皆さん、私はここですよ。あ、どうしたんだブルック。サニー号が海面に叩きつけられた衝撃で肉体と魂が分離してしまいまして、肉体だけ海の底に沈んでしまったようなのです。で、私骸骨だから肉ないんですけど。よっこの辺りの潮から見てかなりの水深がありそうね。海の底じゃサニー号とシャークサブマージ3号が治らないとどうにもならないわ。サニーが治ったらすぐに探しに行くからな。よっ恐れ入ります。まさか、あれが海賊？こうしてルフィたちは謎の島の冒険を開始する。ことの起こりはその前日。ルフィたちの乗るサウザンドサニー号は謎の島へ向かい、順調に航海を進めていた。見ろよ、あの島。でけえ塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ。よし、面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってルフィ。変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。こいつはノックアップストリームだ。なんだありゃ。おい落ちるぞ。任せろ。フードバーストて。立て直すわよ。危ない。ジョンボーさん。なんだよこれ。さあ行くよ。あの男は島に着いたのか。間もなくだ。急がせる必要があるな。あの一味にはニコ・ロビンがいるのだ。そうだルフィ、思い出した。あんたの帽子、女の子が持ってるのを見たの。本当かナミ。島に流れ着いて、でもその後すぐに女の子がどっ。じゃあ島にはあるんだな。ありがとう。シッシッシ、冒険開始だ。
この岩、飛んできたサニーの怒りでくっ…この岩、切るか。ここから島の奥に行けそうね。よし、おっ…出発進行。あう、行くぞお前ら。点在する遺跡の塔、その構造と配置、私の記憶に間違いがなければ、光の道が天へと続く伝説の島、ワフルド。ワフルド？ええ、ワフルドには大いなる宝があると言われているわ。大いなる宝？どういうことだロビンちゃん。そうなのが出てきたな。行けるか？ゴムゴムのブレッド！しちまうぞ。ディアブルジャンブ、プルミエールアッシュ。これは気を抜けなそうな相手ね。オチエンタフルール、クロトワマード。強えな。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットバズーカ。いやな、サンダーランスクーポン。俺に任せろ。パーティーテーブルキックコース。手ごわいわね。みんな気をつけて。そこまで。遅延フルール、デルフィニウム。
あんたがどれだけ強くても私の予報もっと強くなるぞ。必要な力な、みんなの役に立ってみせる。こいつらが麦わらの一味か。なるほど、噂通り役に立ちそうではあるが、さて。あちな、何だったんだよこいつ。どうやって動いてるんだ。燃料もねえようだしな。最後は炎の攻撃も弱まってたな。なんか出てきたぞ。な、何が起こってんだよ。次から次。ウソップ危ない。お嬢際の悪い野郎だ。どういうことだ。力が入らねえ。何を遊んでやがる。な、みんな下がってろ。ゴムゴムの。あれ、どうやんだ。あんたたち何。おかしいわね。私も能力が使えない。違うわね。使い方を思い出せない。俺の番だな。今行く。おりゃ。まずいわね。こいつ任せて。えい。俺だって強くな。待ってろ。やめねえ。元気がいいのは結構だが、敵と味方を見極める冷静さは持ってねえとな。しやがった。あの石像には行動範囲がある。
そこまで逃げれば大丈夫だ。ついてこい。何してる？こっちだ。ついてこい。